一番背ちっちゃいからね、副クラス委員長。関係ないですよ。起立、はい、気をつけ、はい、レイ。
で、一回目線みんな下がってください。うん、ナイスナイス、グッド、オッケー、ナイス、グッド、最後もう一回クール目で終わります。ナイス、オッケー、ナイス、スリー、ツー、ワン、ラスト。動いてる動いてる踊っちゃったブルブルブありがとうございますありがとうございます面白そう何から決めますクラス委員長そうクラス委員長決めてその人が仕切ればいいんじゃないですかああなるほどねまずねリアリティ人でもみんなが副クラス委員長やりたい人はい大輝服ぐらいがこれで下でいいんですかそう、クラス委員長そっちタイプなんです責任を責任を責任を飼育係飼育係じゃあ、羊にしよう独特やな結構独特や羊の飼育係飼育切れるじゃないですか飼育係気配り髪とかまあ、肝でしょうね笑いの提供してるといけないああ、なるほどなるほど給食を名乗り出た人はいましたね誰給食多分俺違ったわ違う、夏希くんが PM でですあ、確かにそう給食で係じゃないそうそうそう食べるか給食、俺が配ってるイメージない食べちゃう食べてくる時、食べちゃう食べちゃう本人の意思ないけど大体これ立候補だけど黒板消し黒板消し黒板よく消してたよ消してたよって方いますいや、ないだろあんま消してなかったリアルに何係だったあ、確かにそれに関係ある僕、飼育係でしたじゃあいいじゃん。じゃあ行きます。餌食べちゃうない自分。号令係って何？起立。レイレイ。俺それやりたい。確かに。声晴れる人。めっちゃ楽やん。元気な。めっちゃ楽やん。まあでも二日。でもあれですよ。一番最初にいとかないといけないから寝坊はダメ。確かに。そっか。そしたらそれが副委員長。委員長は沢本さんじゃないですか。委員長。なんか、あ、そうじゃない。いいやつ、あ、そっか。給食です。え、変えてもいい。変えましょう。委員長だ。委員長。女性じゃないですか。うん。でも、向いてそう。うん。何もしないですよ。僕は小学校の時やってたんですけど、全部副委員長に任せて。あ、いいやつ。素晴らしい。じゃあ、確かに。これめっちゃいい。今度はいろんな人にプリント配るから配り係いいね。まあまあまあ、気配りもできますしね。確かに。そうそう、配り係でしょ。ああ、なるほど。あと黒板消しと何でもと給食。何でもは世界さんのイメージ。黒板消し。なっちゃん何でもにしよう。なっちゃんが黒板。オッケー。ってことは必然的にケイトが給食係。心配。心配しない。今日は元気にしますよ。こうなりました。おお。僕、副委員長が推薦する線清掃は沢夏確かに、いいと思いますぴったり全部やるだから副委員長、初期とかもそうじゃないですかああだから、思いっきり大輝くんだなまとめ役みたいな飼育、飼育やってたもんやってました愛情あってコミュニケーションとかですね羊大丈夫ですかずっともふもふしてたずっと遊んでる授業中ずっと一緒にそうだよ給食で、これ消去法ですそうですねあまりものです消去法量とか絶対違うよどうどうでも大体この人はどれぐらい食べるんだろうなってのは分かる確かに確かに量の空気を切ますね一緒にご飯行ってもサラダとか取り分けてああ確かに誰かに好き号令向いてるねこれはねレア号令です一回やってみてあ、いいよ起立はい立って気をつけはいレイ着席はいあ、いいね完璧やしっくり間も完璧ですありがとうございます配り係そうはいまあなぜ自分がいますか誰かお願いしますあれだよそれこそ気配りって自分でしてその通りあれ本当ですかね面白いしあれ配りながらこう豆知識教えてくれそうあーやっぱ嬉しいですよね今日の晴れはこれこれこうみたいですよ。ああ、だから晴れですよ。全員行きますね。黒板消し。
なっちゃう。もう背が高いんで上まで。ああ、確かに。一番背ちっちゃいからね。副クラス委員長。関係ないでしょ。ちょっと届かない。届かないでしょ。書いてもほら届かないから。あと真面目だから絶対忘れなさそうですね。え、そうそうそう。何ですか。忘れなさそうですね。気配るね。ですね。何でも係が俺という優しい今のも何でも係って何雑用です。雑用だよ。そっちじゃないでしょ。いろんなことに対してできてなくて雑用です。雑用、はい、知識もあるし、オールマインドしたいから。今撮影が終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。まさかの表紙を撮らせていただきまして、めちゃくちゃいい感じですね。どうでしたか。ちょっと個人的に思ったキャッチコピーがあって。キャッチコピー、美の暴力。自分自分で言ってる。もう美の暴力というのが取れました。なんかさっき K とも言ってたんですけど、はい、美の暴力、完璧な美、あ、弱いです。若干弱かった。美の暴力、美の暴力、麗しい瞳、麗しい瞳、美の暴力。もう素晴らしい写真がたくさん撮れた。本当に、はい、嬉しいですね。ありがとうございます。そしてファンタスティックスもあのアリーナライブがあったりとか、はい、もういろんな曲も皆さんと一緒に楽しんでいきたいなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。6月号見てください。お願いします。